ミルクサッカーアカデミーのメンバーでございます。ノーミルク佐藤でございます。じゃあ先生、ついにやってきました。今回は大分トリニータでございます。いや、来ました。どん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 パフパフでございますけれども、さあ、やっぱね、はい、来季もあの片野坂さんで行くことが決まりましたので、いや、これはみんな嬉しいんじゃないですか。いや、そうなんですよ、はい、これ話題ですからね、やっぱりね。そうなんですよね、大分のサッカーが面白いと。はい、これを理解することがある種日本サッカー並びにね、サッカーを理解する一つのヒントになるんじゃないかなと。そうなんです。もちろんありますよね。ということで、はい、来季のね、メンバーどうなりそうかなっていうところを含めた上で見ていきたいと思います。教えてください。こちらでございます。ドン、出ました。お、あー。わ、なんか綺麗なテトリスみたいな。そうなんですよ。はい。上の方いないっていう。びっくりしましたね。本当だ。なんか、整備されてる感じがする。ってことはなんか裏になんかいろいろありそうですね。意図を教えていただきたいと思います。それでは、はい、お願いします。味方から一つよろしくお願いします、先生。はい、ピンクの部分、はい、こちらがゴールキーパーとなっております。はい、青がセンターバック、水色がサイドバックとかウイングバック。はい、複数配色ある方はね、複数できるよと思っていただければ。はい、そしてオレンジが守備的ミッドフィールダーで、はい、黄色が攻撃的ミッドフィールダー、黄緑が、はい、ウインガーとか、サイドアタッカーになり、緑がセンターフォワードタイプとなっております。はい、ということで、縦軸が世代分布になっております。オリンピックごと4年、周期で分かれておりますが、生まれ年現在の年齢となっております。縦横軸合わせて楽しんでいただきたいと思います。そして名前の周りにね、黄色く細い、線で囲んでいただいているのが、主力候補ですね、現在の。はい、すぐ選手がピンクで囲んでいただいておりますということでございます。はい、まあ、プラスですね、はい、選手の名前の左側に、はい、星マークがある選手たちは今レンタルでどこかに行ってる選手になりまして、なるほど、逆に左の矢印入ってる選手はレンタルで今どこかから来ている選手と思っていただければと思います。はい、ました。それでは各ポジションごとに伺ってまいりましょう。どんな感じでしょうか。はい、まずはゴールキーパーから行きましょう。お願いしますよ。はい。はい。まずゴールキーパーなんですが、はい、まあもう今、ムンキョンゴン、オア、高木という感じになってますけど、はい。はい、やっぱりね、去年群馬の守護神でもあった吉田選手。そうですよね。はい、もういて、はい、今ね、新潟にレンタルで行ってますが、小島選手、彼もやっぱ東京オリンピック世代の選手で、はいはい、守護神候補ですから、いずれも守護神になっておかしくない人が揃ってるんですよ。そうですね。ってなってくると、はい、しかも全員 J1 で守護神になっておかしくない選手なので、そうですか、はい、守護神になれなそうな方というか、うん、状況によっては全員ロックオンの可能性大です。確かに、じゃあ出ちゃう可能性、逆にね、充実しているが上に出ちゃう可能性が高い皆さんってことですよね。ちょっと思ってるのが、はいはい、高木選手が移籍ゼロじゃないんじゃないと思っていて、はい、そうですか。川崎に戻る。あ、そう。今、川崎はチョン・ソンリョン選手ずっとやってきましたけど、はい、そろそろ世代交代も必要かなってのもあり、はい、あ、そうですか。ワン世代下なので、はい、呼んできてもおかしくないのかなとは思っちゃいますが、なるほどね、もうここに関しては誰がスタメンで出てもおかしくないから、はいはい、それだけだからすごい競争が行われてると、とりあえず思っていただけると嬉しいなと思います。なるほど。まあ、キーパーは充実してるってことは間違いないですよね。はい、間違いないですね。はい、続いて今度はセンターバックでございます。はい、まあ、センターバックできる人めちゃくちゃ多いチームなんですけど、はい、よく考えると。そうですね。はい。しかも今までだったら右岩田、左三沢で真ん中鈴木、まあ基本これでそれ以外のことをチラチラとちょこちょこやってきたところですから、はいはい、今年の過密日程をまあある意味ではうまく使って、はい、まあ、そこだからセンターバック6人7人結構特化控えいろいろやってきたシーズンでもあるから、はいはい、うん、そこで多分片野坂さんの中でもいろいろ整理されたものはあるんじゃないのかな。でそこであるのがおそらくなんですけど、うん、今年2年目の高畑啓太選手をどっかにレンタルさせることは考えているんじゃないかなとちょっと思います。ほう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 。というか逆に J2 クラブたちが高畑貸してくれよってもうこぞって言ってきて。なるほど。なるほど、うん。はいはいはい。でもそれで出場機会つかめるなら。まあそうですよね。何年後かの自分らの戦力になりますもんね。今使えないぐらいだったら。はい。大きいんですよ。なるほど、ね。ただその代わりセンターバック1枚足りなくなる。はい。一人ね、ここら辺持ってってもおかしくないよね、というのを持ってきました。あらまあ、お見立てちゃうまた。はい。はい。群馬センターバック、岡村大八、はい。ほう、ほう。
まあ、去年、吉田、高沢、はい、2枚抜きしてますから。確かに確かに。群馬、大分ルート。あるんじゃないのとちょっと思った。そうですか。出しちゃって大丈夫なんですか、群馬も。いや、大丈夫じゃないかもしれないですけど、まあ、総合の移籍金があれば、それはね、なるほどね、約束もそうだね、確かにね、新人も取れるかもしれない、それでね。しかもね、今年高澤選手 J1 で使ってみたら、全然いけるっていう流れもあったので。そうなのよ、そうなのよね。で、岡村選手は、このあまりにも世話しない過密日程の中、フルタイム出場を続けてる選手。はい、いやー、素晴らしいね。でこういうスタミナある選手、やっぱ大分好きですから。うん。あ、じゃないかなとはちょっと思います。なるほどね。はい。はい。ちなみに、もともと彼、去年、テゲバジャーの宮崎にレンタル期間もあったので、九州っていう観点だと、ちょっと慣れ親しんだ部分もあるんじゃないかなっていうのは、これは勝手な判断で言ってますけど。なるほどね。はい。でございます。はで、続いて今度は水色の部分、はい。ここはサイドバックというよりかはウィングバックといった形でいきましょう。はい。まあ、人数は揃ってるし。揃ってますわな。はい。はい、他にも、例えば、ここの中いなくても小出選手とか、で、ウィングバックで言うんだったら、はい、高山薫選手や田中達也選手も他にもできる選手たくさんいるので。うん、確かに、確かに。そんなにこう、ね、プラスアルファ誰か必要なものはないのかなと。うん、ただ、一つだけってので言ったら、岩田選手が海外からロックオンされてる場合です、ね。わー、すごい。ついに？うん、ここだけは唯一可能性があるので、その場合はどうにかしなきゃいけないかもしれません。なるほどね。はい。しかも来年東京オリンピック起こった後、行った後だったらより可能性が出てきちゃうので、そうか、そうか。まあ、このあたり来年夏までにどうにかしておきたいっていうところでしょうか。はい。いたしかゆしですね、ファンとしてはね、嬉しいけどね。そうですね。そして続いて今度は守備的なミッドフィルダー行きましょう。はい。まあ、めっちゃいますね。いますよね。いますね。充実のラインナップと言っていいですね、これはね。そうなんですよ。はい。まあ、来季ルーキーで入ってくる弓場選手はちょっと一旦置いといて。はい。で、あとレンタルで今言ってる佐藤和弘選手、国分慎太郎選手も一旦抜いたとしても、はい。まあ、5人いると。うん。僕ね、そうなんですよ。ただ、怪我もちょこちょこあったし、来年もやっぱ過密日程なので、はい、やっぱ1ポジション3人ずつぐらいは用意したいんじゃないかなとはちょっと思うんですよね。なるほど。あと、ロックオンされてもおかしくない選手、またここ目白押しですから。いっちゃうわけですね。はい。ただその中でやっぱ大分は、はい、J2 マイスターなところはすごく強い。はい。J2 マイスター。J2 で戦術的に長けた選手を、はい、連れてくる傾向はやっぱ高いので、私はここ合うのかなと思うのが、はい、ファジアーノ岡山のボランチ白井選手。はい、おー、ああ、そう。一人、例えば、長谷川選手がそのボールのチラシ役になれるので、彼をうまく活かすために、白井が門番となって、もう中盤もガッタガッタいろいろやってもらう。はそういうパターン結構ありえそうだなと。なんかでも選手の間で大分のサッカーってやってみたい。って思うらしいじゃない。そうなんですよ。人気あるんですよね。そうなんですよ。それ素晴らしいパワーですよね、チームとしてね。あ、そうなんです。だからあるんじゃないかな、ちょっと思っちゃううちの一人でも、ね。なんか条件登録戦場だったらそこでサッカーしてみたいとかっていう、ね。いや、本当そうなんですよ。はい。っていうところです。なるほど、なるほど。そして今度は黄色、黄緑を一気にいきましょう。はい、はい、お願いします。ここはレンタル組が3人、川西、姫野、酒井というね、はい、いずれも J3 の岐阜、はい、藤枝、鳥取にいる3人にもなりますけど、はいはい、これだけちょっとただ前線のメンバー行っちゃうと帰ってこれるかがまだちょっとわからないなと。はいはい。ただ今年なかなかあまり出れなかった小塚選手あたりに J1 クラブがロックオン仕掛けてもおかしくないので、はい、まあ、そこをどうやって守り抜くかが大分の今年の鍵かなと。なるほどですね。はい。ただ、これだけ結構人もいっちゃう状況なんで、うん、1ポジション1人というよりかは、複数ポジションできる選手1人連れてこれたら大きいのかなって。そうですね。はい、うん。はい。で、ここにもいい選手1人いるんですよ。はい。こういうポジショナルプレー的なものが好きな選手。はい。東京ヴェルディ。はい。井上紫音。おお、あらま。4バックも3バックもできて、ボランチ、シャドウ、ウィング、いずれもできる選手なので。なるほど。このチームは合うんじゃないかな、なんてことは。出ますかね。まあでもカテゴリーがありますもんね。アップですから。はい、なるほど。可能性ゼロじゃないのかなと思います、ね。ほう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 、なるほどね。
はいはいはい。まあね、中盤持ってかれる誰か可能性あったとしても、うん、そう、まあ実はこうやって取ってこれる可能性の方が高そうだな。逆に言えばそれが理想だというね、それっぽい選手を欲しがってんじゃないかという見立てですね。そうですね。この選手が来るならば、まあ先生的には、お見立て的には理想なんじゃないかと。ですね。ということですね。そして最後、センターフォワードでございます。はい。めっちゃしちゃいますね、ここもね。いますね。しかも世代もこう、ちょうどいいと言いますか、誰が抜けても。うまくバランサブル。なんかそこに誰か入れればいいじゃないですけど、このね。はい。世代もダブってないし。はい。ここは、誰か新しく誰かを連れてくるとかじゃなくて、そうね。知念ステイ。あ、それが最大の補強じゃないけど。そうですね。あやっぱり来年、ただ、川崎フロンターレも ACL 行くので、ね、はい、まあ、どうなるかまだわかりませんけど、ね、とはいえ、小林優、レアンドロ、ダミアン、うん、しかも旗手、三笘ともめっちゃフォワードいる状態で。まあ、確かにね。で、宮代が育ちますから、はい、すると知念が戻れるかがまだわからない。そうね。確かにね。うん、で今年なかなかね、得点できなくて悔しがってる部分はあるので、はい、来年大分でもう一回やりつつってのも、大分のフロントスタッフの皆さんの頑張りしたいってのは、これは可能性高いんじゃないかな。ああ、そうですか。まあ、これ大きいよね。これ、ま、残らせることができるかっていうのはね。そうですね。でも川崎の判断にも大きくね、ディペンドするとかありますもんね。そうですね。なんで、川崎の判断での知念か、または、渡り選手あたりが他の J1 チームロックオンしてか仕掛けてきてもおかしくないので。なるほど。まあ、高澤選手もそうですけど。はい、まあ、そのあたりを誰か守りつつ、知念も、ね、用意できたら、まあ、最低限この3人のうちの2人いれば、いけるかなと。いや、でも確実に動くことは間違いなさそうですね、このあたりは。そうですね。ちょっとそのあたりもちょっと楽しみ、楽しみというか、ドキドキしますけどもね。はい。はい、細かくね、実は去年から置いた成長できてる点ってたくさんあるんですが、はい、それはもうちょいシーズンね、まだ試合数あるのと、ね、どれぐらいが、何がどう変わったのかってところは、年末にまあさ、皆さん、また、通信簿。なるほど、今シーズンのね、サマリーをデータ面から先生がね。はいはい。こちらもちょっとお楽しみにいただければと思います。ありがとうございます。ということで。以上です。はい。大分トリンでこれから、ね、そして現状のポジション、世代分布、そしていろんな課題とか、こんなになったら面白いな、みたいなことも含めて先生に聞いてみました。はい。最後までありがとうございました。ありがとうございました。ミルクサッカーアカデミーと申します。毎朝やってます。毎日出してますんでね。よかったらチャンネル登録してくれると嬉しいですよ。お願いします。はい。メンバーシップもやってます。詳しくは概要欄ご覧ください。ということで、井上真央でした。ノーミルク佐藤でした。では、良い一日をまた明日お会いしましょう。またでー。ありがとうございました。ありがとうございました。